懐石料理教室香彩庵の三山です。一人でお茶事ができるようになるための半年のコース、風呂の中の最後6回目は10月の名残になります。名残、名残惜しいって言ったらピンときますでしょうかね。一番まびた月と言われています。そしてこの中ではお料理も向こう漬け8寸と実際に作りやすい鯛の昆布締めなど、サーモンの8寸など身近な素材でぜひ皆さんが作っていただけるような献立にしております。さらに実際にお茶事をする場合の私たちの売りは何でしょう。出来たての良さですよね。これだけ素敵な、お菓子を作っている、お取り寄せもできるというプロの世界の中で、私たちができることは出来たてを召し上がっていただくことです。それがとても生きるのがキントンというお菓子です。中でも今はフルーツを生かしたフルーツあんがご自身のお好みのフルーツを混ぜることで簡単にできます。その出来たてのお味をお茶事の中で召し上がっていただきたいと思って考案いたしました。今回がプロコースの最後になりますので、実際にご亭主としてお膳をお出しするところ、また入れ替わってお客様としてそれを受けるところという、何でしょうね、体験型実践型お茶事も実習していただきます。本当にできるようになるためにはご自身が体を動かすことが大切です。ぜひそのお役目になったつもりで私と一緒に練習いたしましょう。どうぞよろしくお願いいたします。